長年、世界のトップ戦線を走り続けたフィギュアスケート宇野昌磨26が引退を発表した5月14日に都内で行った現役引退会見で宇野は競技会への未練はないと言い切ったオリンピック2大会連続のメダル世界選手権に連覇5歳でフィギュアスケートを始めてからスケート人生21年世界のトップまで上り詰めた宇野を追う すごく前向きな気持ちで悲しさはない。この度、私は現役スポーツ選手を引退することになりました。今日まで応援してくださった皆さん本当に感謝していますし、今後もスケートをプロとして、ですけど、スケートという道を続けていくことに変わりはないので、引き続き応援してくれると嬉しいと思います。皆さん、ありがとうございました。引退会見の冒頭でこう話した宇野の姿は晴れやかだった。 宇野が引退を表明したのは会見の5日前の5月9日。自身のインスタグラムで報告すると、その反響は大きかったようだ。たくさんのメッセージ、本当にありがたく受け取っていますし、僕も引退という場をあまり悲しいというよりも、すごく前向きな気持ちで、そしてまだまだスケートを続けていくという意味でも全然悲しい気持ちはない。 もちろん悲しいと思っていただける方のその声も嬉しいなと思いますが、次に向かってまたスケートも頑張ります、という気持ちを込めての発表でもありますので、今後とも楽しく応援してほしいなと思います。